こんにちは、タケです。タケの人調理です、仕事実践力や自己スキルアップのための人調理です、今日は2015年の、3月の3日の、火曜日ですね。昨日やっとね、小鳥のモースケーキっていうのが、セブンイレブンで出てるんですけど、やっとゲットできましたね。それが近くのとこやったら、なんかFacebook でね、なんかそれがすごい、まあ結構かわいいんですけど、ほんで、すごい人気があるっていうので、実際僕も行ってみたんですよ。セブンイレブン近くにあるんで。ほんだら行ったらね、全然売ってなくて、結局昨日ちょっと、ウォーキング行っとったんで、その帰りにセブンイレブン入って行ったらあったんですよね。やっとね、1個あったんで、やっと買ったんですけど、まあそれ結構その、スイーツ万有機の方に載っけてるんで、まあよかったら興味があれば、見てください。あ、美味しかったの、美味しかったね。もうでもね、デザインが可愛いんで、なかなか食べにくいっちゃ食べにくいですね。まあ食べたら関係ないですけどね。中は結構ベリーのソース、ベリー系のムースが入ってるんで、なかなか美味しいの、美味しいですね。パッと見はほんま、小鳥みたいな感じなんですけどね。以上です。今日はリストールの改善と動画の準備、ブログを3つ作る、小規模ヘアサロンの集客に関してはブログの仕上げですね。小規模ヘアサロンの、ターゲットブログに関してもブログの仕上げをしたいと思います。以上、竹野一人調理でした。